神奈川ショータイム、メルディアグルーヴプレゼンツ神奈川ショータイム、始まるよみんな。この番組は同じ家は作らないメルディアグループ三栄建築設計の提供でお送りいたします。さあ神奈川ショータイム始まりましたけれども、今週も副担任に竹内花先生に来ていただいております。よろしくお願いします。花さん、そして生徒軍団には門上加護君と天野兄弟に来ていただいております。よろしくお願いします。あ、やばいやばい。いや大丈夫。あのお兄ちゃんの方はまんざらでもなさそうなんで。本当ですよ。ニコニコしてらっしゃる。いやじゃない。いやじゃない。それでは早速ゲストの方をお呼びしたいと思います。今回のゲストはこちらの方です。イエーイ。どうぞお座りください。それではゲストの方、自己紹介をお願いいたします。はい、片野俊也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでチャーハン天野くんの親戚とかではないですよね。いい、いや、はい、僕のいとこにものすごい顔が似てるんですよ。だとしたら職業分かっちゃう。だ後ろから見たら一緒です。これそうちゃんかなと。そうちゃん、そうちゃんって言うんです。親戚のそうちゃんは置いといて、はい、いやちょっとまあ雰囲気ね、おおらかな感じで、うん、なんですけど竹内先生、はい、この片野さんのプチ情報が、はい、今回もありますよ。はい、何でしょう。片野さんはね、大の競馬好きだそうです。競馬好き、あ、もう結構がっつりですか。まあ、2年ぐらい前からなんですけど、はい、たまたま当たっちゃって、そこからビギナーズラックからそっからですね。あららハマっちゃハマっちゃいましたか。そうちゃんどんぐらい当たったの。そうちゃんじゃないよ。ごめんなさい。いや乗るな乗るな。そ乗るんじゃないよ。ちなみに竹内先生は、はい、競馬とかはやられるんですか。うわ、一回も行ったことなくて、でも結構競馬の会場って楽しいっていうじゃないですか。はいはいはい、やらなくても楽しいって聞くので行ってみたいは行ってみたいんですよ。ですね、トゥインクルとかすごい綺麗ですよ。発音良かった、もう一回お願いします。トゥインクル、いいね。発音いいね。これなんかもう一個プチ情報もあるんですよね。はい、奥さんもね、大の競馬好きで一緒にやられてるって感じですか。そこからですね。あ、奥さんまた一緒に。いろいろ聞いてたんですけど、はい、もう全然いやいや興味ないからとか言ってたんですけど、はいはいはい、たまたま。でも夫婦でね、共通なご趣味があって、うん、そうですね、そうですね、素晴らしい。これじゃないこれじゃないみたいな、うん、はい、まあ、今日の、ね、職業あてには一切関係ない話かもしれない。全く関係ないんですけれども。関係なかったのかい。はい、ということでこの後はそうちゃんの職業を当てていただきたいと思います。メルディア、皆さんこんにちは。 AKB48 チーム A の篠崎彩乃です。今日はですね、メルディアグループ三栄建築設計の展示場に来ました。ということで早速行ってみたいと思います。わあ、素敵。外観からすごい綺麗。こんにちは。いらっしゃいませ。メルディアグループ三栄建築設計の瀬上と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。どうぞこちらに。はい、はい、こちらがダイニングキッチンになっております。はい、はい、アイランドキッチンでございますので、回遊型のダイニングキッチンになっております。すごい綺麗。こちらが、リビングになっております。じゃあどうぞ。このスキップフロアがあることでですね、はい、目線が下がります。それによって包まれたような雰囲気になりますので、安心してリビングでお過ごしになることができます。うん、すごい吹き抜けの階段、すごいですね。はい、ありがとうございます。お2階はブリッジになってますので、うん、はい、すごい広い。こちらがお姉ちゃんのお部屋ですね。うん、はい、あ、すごい可愛いですね。女の子のお部屋なので、はい、白くて可愛い。そうですね、ヨーロッパっぽい雰囲気になります。でこちらがですね、はい、収納になっております。何があるんですか。はい、わあ、広いですね。はい、すごい贅沢な収納スペース。もう一つのお部屋につながっています。すごい。こちらがお兄ちゃんお部屋になってます。床の色が黒くて、うん、ちょっと男の子っぽいお部屋になってます。対照的ですね。はい、すごい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんもぜひメルディアグループ三栄建築設計の展示場にお越しください。またね。ありがとうございました。
まずはそうちゃんの仕事のある日の一日のスケジュールをご覧ください、片野さんです。はい、片野さんですね。ありがとうございます。はい、はい、スケジュール表になってますよ、皆さん質問のある方は挙手お願いします。はい、はい、このお仕事の時間がすごく短いなって、6時間ぐらいで結構一般的に考えて短いなって思うんですけど、どうしてこんな短い時間なんですか。はい、まあ、6時間っていうのも決まってはいないんですけど、その日の状況によってちょっと長引いたりもうちょっと早かったりとか。始まる時間は毎日一緒なんですか。始まる時間はほとんど一緒ですね。へえ、終わる時間がちょっとなかなかいいヒントなんじゃないですか。どうだろうな。他にございます。はい、はい、天野くん、とっても日焼けをされてるんですよね、ここで。本当だ。なのでお外でやるお仕事ですか。そうですね、はい。あ、じゃあ日焼けも お仕事でって感じですか。そうですね、はい、それが一番目の付けどころがいいですね、相変わらず天野くん。ありがとうございます。本当に。はい、他にございます。はい、はい、チャーハンくん、10時間の時には、ケーキとか作ってますか。作らないです。あ、作る。いや、パティシエのそうちゃんの話。そうちゃんじゃなかった。まあ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 、この自由時間あたりは、あの、片野さん何やられてるんですか。まあ、僕トレーニングしたりとか。トレーニング、まあ、もう今日は何もしないで寝ちゃおうかなとか。自由です。本当に自由です。スポーツは何をやってるんですか。そのこれは言っちゃっていい。今までやってきたスポーツとかを聞きたいですよね。ああ、せっかくこの体を。 あれちょっと待った、おかしいぞ、うん、確信つくのかな。片野さん、ニヤニヤしないでもらっていいですか。続いてのヒントがこちらです。はい、ということで片野さん、まず上の写真のご説明を言える範囲でお願いします。まあ、同じ仕事してる人たちはみんな持ってる必ず必需品。まあ、必需品ですね。お、はい、そして下の写真は、まあ、見た感じも洗う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 っていうって感じですよね。洗うものですね。はいはいはい、洗う、これは竹内先生、なんかこの写真2枚見てなんかピンときます。はい、わかります。いや、私正直わからないなと思っていて、多分今回本当に難しいんだなって思いますね。あ、なるほど。うん、はい、はい、天野くん、この上の写真はめちゃめちゃ拡大してる写真ですか。なるほど、なるほど。そうですね。原寸大はどれくらいになりますか。原寸大だとこのぐらい、このぐらいですかね。天野くん、いいこと聞くね、いつもね。このぐらい、だいたいこのぐらいです。ほとんどこれぐらい、はい、でも必需品なんですね。そうですね。随時入れてるってことですよね。基本入ってますね。おー、ダーツのあれみたいな感じですか。ダーツのあれではないです。ダーツのあれ、もうちょいちっちゃい。そうそう、先端のダーツだと。あ、そうなんですか。私ダーツやったことないんで分かんないんですよ。それは大変失礼しました。謝ってよ。あ、すいません。モンジョ君は全然ピンとこない。先ほどなんかチャオハンさんがなんかスポーツって言った時にちょっと反応されてたじゃないですか。はい、やっぱりこのお仕事はスポーツに関係あるんですか。これは関係ありますね。これが必需品なので。なるほど。はい、はい、チャーハンくん、水とかありますか。水あります。はい、はい、天野くん、砂とかありますか。あります。おお、まあ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 、いいところの質問が出たところでだいぶ絞れたんじゃないんでしょうか。うん、ということで写真のヒントは以上となります。それでは生徒軍団の皆さんには以上のヒントを踏まえ、こちらの4択の中から答えを選んでいただきます。生徒軍団の皆さんで選べる答えは1つになります。それではシンキングタイム。もうこれはそうですね。言わないのかよ2人とも。モンジョー君がハテナになってる。ゴルフって基本朝とか午前中にやることが多いと思うんですね。目の付けどころがいいね。僕が思ったのはこのこんぐらいのやついつも持ってますよ。うん、このぐらいなんじゃいっていう話。全員答えると思ってたよ。こっちが聞きたいよ、なんじゃい。それでは生徒軍団の皆さん、回答をお願いします。はい、1番のキャリーです。その根拠は、働いてらっしゃる時間帯と棒です。棒でもう決め打ちしたと。はい、自信ありますか。あります。よろしいでしょう。うん、それでは正解 VTR をご覧ください。あなたのお仕事何ですか。
あなたのお仕事何ですか？私の職業はキャディです。やったぜ、見たか。それでは片野さんには企業 PR をしていただこうと思います。それではどうぞ。普段はキャディとして仕事してますが、一応プロとしての資格を持ってますので、プロとしての活動もしています。神奈川県は素晴らしいゴルフ場がたくさんありますので、まあ、今まだ始められてない方、この機会に始めてみてはいかがでしょうか。ゴルフ場でお待ちしております。ありがとうございます。ということで片野さんも実際プレイヤーとして。そうですね、もうそっちが、はい、やられて、まあ、飛ばしそうですよね。どのぐらい飛ばすんですか？そんなに飛ばないです。これ飛ぶ人の言い方ですよね。そうなんですよ、ね、平均はどのぐらいなんですか、その何ヤード。平均僕280ヤードぐらいなんですけど。すごいじゃないですか、280ヤード、まあ、300いったらもう相当な化け物ですね。300は化け物ですね。化け物ですよね。化け物ですね、300は。ちなみに竹内先生は、はい、ゴルフとかは、まあ、打ちっぱなしは行ったことあるんですけど、でももうずっとかすっちゃうので。かすっちゃう、はい、かすかすだとね、全然ストレス発散できないですよね。、はい、逆にイライラしちゃいますよね。イライラしちゃいますよ、はい。習いたいですよね。はい、あ、はい、もちろんもちろん。パターとかすごい習いたいんで、あれ心が乱れるとできないんで。あ、そうですね。そうなんですよ。そうですね、うん、でも竹内さんとかほら全然乱れなそうだから大丈夫でしょ。本当ですか？すい、行きますかね。やってみたいですよね。やってみたいです、はい、なんか俺怒られてんのかな今。自分ないです。え、はい、はい、ということ。なんでイチャイチャすんだよ最後。そっちがイチャイチャしてたからだよ。私たちね、イチャイチャしてないですもんね。俺がイチャイチャしてるって言うんだよ。ということで今週のゲストは片野俊也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。生徒軍団見事正解ということでおめでとうございました。やったー。ありがとう。正解した生徒軍団にはご褒美があります。よっしゃ。今回のご褒美はゲストの片野さんが1回無料でゴルフコースをキャディーとして一緒に回ってくれるそうです。お、打ち方のアドバイスもねいただけるので上達間違いなしです。ぜひ皆さん一緒に行きましょうね。ということでよかったら皆さんね、いや、よかった、せっかくだからこれを機にゴルフを覚えていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、ということで1ヶ月やってきましたけど竹内先生、はい、どうでしたかこの1ヶ月間。すごい楽しかったですし、まあ、最初はもちろん緊張もしたんですけど、はい、まあ、終わってみたらなんか、あ、もうチャーハン君のボケ聞けないのかと思ったら寂しい気持ちになりますよね。本当ですか、はい、なるほど。事務所行きますよじゃあ。いやいやそれは遠慮してきます。そして最近ちょっと太ってきたチャーハン君どうですか。そうですね、ここ何年か分かんないですけどもね、いろいろと、おい、吉田さんだ。ずっといるぞ俺はレギュラーで。おお、頼む加賀さん、俺を残してくれ。お、じゃあ絶対に次は正解しますか。絶対に正解しません。どっちだよ。何の決意、逆の決意ね。でもそういうのも大事なんで、はい、でもやっぱチャーハン君の推理も今日名推理も何個かありましたんで、はい、今月のまた来月以降も頑張っていただければと思いますので、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで皆さんまた来週。この番組は同じ家は作らないメルディアグループ三栄建築設計の提供でお送りいたしました。